はい、今日はですね、アンパンマンの組み立て用アンパンマンですね。アンパンマンとドキンちゃん、そしてコキンちゃんを組み立ててみたいと思います。はい、じゃあね、まずね、コキンちゃんから行ってみましょう。コキンちゃん開けます。はい、箱の中身はですね、こんな感じで、コキンちゃんの顔と胴体と足がね、入っています。これを組み立ててみましょう。はい、そうしたらですね、まず顔ですね。顔をまずこうくっつけます。はい、くっつけました。顔。ね。簡単、めちゃめちゃ簡単ですよ、これ。顔くっつけます。そして、胴体。ね。胴体をくっつけます。はい。あら、かわいい。くっつけました。そして最後にこの足を、ここですね。ここのところにこうくっつけます。はい、出来上がり。コキンちゃん出来上がり。はい、そうしたらね、まあね、組み立て方はね、全く一緒です。はい。ドキンちゃんの方も開けてみます。ドキンちゃんも、あ、落っこっちゃった。こんな感じで、顔と胴体と足に分かれています。はい、そうしたらドキンちゃんもまず顔をくっつけます。はい、くっついた。そして胴体もくっつけます。はい、くっついた。そして足。ね。最後にこの足をくっつけて、出来上がり、ドキンちゃんできました。はい、そうしたら最後はね、やっぱりアンパンマンですね。アンパンマンも組み立て方は全く一緒ですね。はい。こんな感じで。同じですけどね、顔と胴体と足に分かれています。はい、じゃあアンパンマンも同じように組み立てていきます。まず顔をくっつけます。はい、顔くっつけました。胴体もくっつけます。はーい、くっついた。そして足もくっつけます。はーい、出来上がり。アンパンマンとコキンちゃん。そしてドキンちゃんがね、組み立て終わりましたね。ということでね、簡単なんですよね。めちゃめちゃ簡単に組み立てできるので、ね。ぜひね、アンパンマン好きな子はね、やってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。